はい、こんにちは、下川です。今日はですね、台北路線で先週ですね、東京を関空をやったので、今日はそれ以外ということで、ちょっといろいろ見てみたら、名古屋はどうもあんまり東京大阪関空とあんまり変わりがないし、まあ名古屋の場合関空もあるしね、ということで名古屋ちょっと外しまして、福岡札幌あたりを見てみようと思います。台北路線ですね。今日はですね、8月の31日ですね。それで、まあ、前に言ったように、9月の連休2つあるんですが、今出てきている料金は、ちょっと比べてみると、やっぱりもうすでにですね、21日から23の連休の方がいい料金出てきているので、もう、そういうことで見てみようと思います。福岡台北。とりあえずですね、9月21日から23日という、まあ、3連休その通りというところで、まず料金見てみてですね、そこからどうやってこう切り替えていくかということを考えてみようと思います。はい。これが福岡台北ですね。21日土曜日から23日月曜日、まあ、フルに3連休を使うということなんだけど、まあ、一番上に3万4000って出てきてるけど、まあ、帰りが中国東方航空で17時間なんでね、ちょっと台北でこれはきついかなという。行きはね、いい時間のタイガーエア台湾あるんだけど、ずっとこれ東方航空、シアナも出てきて3万5000円。でもどっちみち、まあこれ連休としたら翌日みんな昼間午後から最初の日休むパターンですね。ちょっと使いづらいかな。多分そうやってね、ある程度いいなと思う航空券になると、これ、この感じだと5万超えちゃうような気がする。ちょっと福岡高いかな。なんか東方航空、中国お客さんが少ないせいか、やっぱりだいぶ安くなってきてるみたいですね。やっぱり5万出てきますね。これ直行便で見てみましょうか。台北、福岡台北ね。やっぱり台外や台湾で5万4000円、まあこれちょっと日ずらしたりしても5万円出るパターンかな。ちょっとあんまり面白くないですよね。東京関空の値段に比べれば福岡の5万円台っていうのはちょっとこうあんまり、面白くないという感じがしますね。それで、まあ、これでね、いろいろちょっと考えてみるんですが、まあ、福岡の場合、福岡、ちょっと応用も含めてですね、沖縄を絡んで行ってみるのは、多分ちょっと安くなるんじゃないかなというような気がしてまして、その方向で今日は見てみようと思います。これ、例えばちょっと、まあ、一応5万4000円、どこが出してるか、見ときましょうか。エアトリか。エアトリが5万4000円。一応これ頭に入れといてですね、これよりどのぐらいいい航空券が安くなっていくかみたいな、まあ面白い航空券が安く、トリップドットコムになったか。5万4000円というとこですね。これちょっと頭に入れといて、これよりどれだけというとこですね。で、九州からですから、ちょっと沖縄を絡めてですね、沖縄の日程があれば、西日本の方は、まあ、九州まで国内線使えるのでね、だいぶ安いの出てきたりするので、ちょっとそこらで応用を聞かせてみようかなというような気がします。ということで、まず沖縄台北を見てみます。これをですね、いろいろ細かく見ていくから、もう片道で見ていきましょうかね。沖縄台北と21日、片道ですね。見てみると、どれが出てくるかな。1万5000円まで下がってくるね。あれ5万4000円だからね、もうこれ、まあでも、沖縄までね、福岡から行かなきゃいけないんでね、その分がどのぐらいになってくるか、まだちょっと読めない感じですね。
でも15,990円、いい、まあまあいいんじゃないですかね。いい時間ですね。これはトリップドットコム15,990円。まあ、これの時間に福岡から飛行機で行くということになるんだけど、20日の、まあ、21日これ10時なんで、まあ、悪くないんだけど、前の日に行ければより良い、前の日の夕方ね、沖縄からねというのをだいぶ安くなるじゃないですか。11,000円でもこれ10時だからね。でもこれどうだろう、どうに考えるかな。これでもだいぶ安いな。11,000円、20日になるとね、20日を休んじゃおうかっていうとこなんだけど、悩むとこですね。11,000円でもこれちょっと魅力的な料金ですね。20日、要するに金曜日ですね、9月の20日、20日の朝出るということで11,000円まで下がるので4,000円以上下がる。ちょっとこれを軸に考えてみようかなと思うね。そうするとね、まあこれに、まあもう1日休んじゃおうと、2日の日休んじゃおうと、それで10時10分の10時40分だから、11,800円、これに合わせる福岡沖縄を見てみようということになります。これを、福岡にしますね。福岡台北、いや、福岡沖縄。それで、片道、これで片道にしといて、20日の朝、さっきの11,840円は20日の10時なんで、これに間に合う飛行機が、20日に福岡台北であるかというと、9000円。これ早く朝出なきゃいけないんでね、どのぐらいで国際線に乗り換えるんでね、相当早いな、ないか。10時ってやっぱりちょっときついかな。8時ぐらいに着かなきゃいけないんでね、始発が多分7時5分、19,000、ちょっとまあ意味ないな。となるとね、何を考えるかというと、19日の夕方、夜、まあ、金曜日休むということなんで、木曜日はさすがに休めないんで、19日のですね、夜というかですね、夕方行ける便がないかというところを探ってきます。おー、出てきましたね。ここらですね、いいじゃないですか。まあ、19時50分、ちょっとこう、まあ、休めるか、でも5500円まで来ましたね。はい、遅い方がいいでしょ。17時50分、17時50分の19時40分、これが10件の5560円。これはどこが出してるかというとトリップドットコムか。5560円、5560円、台北までですね、まあ、片道レベルだけど、12,000円ちょっとで行けてますね。じゃあ帰りをそれに加えてくるということになりますね。うん、これうまくいけば安くいけるかもしれない。これでさっきのこれに戻りますね。戻って今度台北沖縄を見ます。台北沖縄は、まあ、23日ということですよね。これ片道でね、23日、まあもうあの金曜日休んでるんで、その火曜日休むとはちょっとまあ抵抗感あるだろうということで、まあ、月曜日中には帰ってきたい航空券というところでしょうね。エアアジアが出してきてるな。まあまあ、一番安いのは、アシアナ。アシアナ安いな。でも、これ翌日になっちゃうんですよね。17時間のね。15,000円は、ちょっと、気持ちが動くけど、さすがに、木曜日じゃない、金曜日休んでるんで、でもこれで、まあ、芦屋那九州まで入れる、九州路線、多分この料金では多分売ってないと思うんで、
また、やっていけば、まあ、1万5千円。これでいいというならば、多分ですね、4万円ぐらいで、福岡を、台北を往復できるんじゃないですか。おそらくね。そうすると、まあ、さっきより1万円以上、1万、3、4千円安くなるという形だけど、まあ、ちょっと、まあ、それは今ね、言うのはあまりにも安さ優先ということになっちゃうので、現実的なとこ行って、まあ、23日に帰ってこようというとこですかね。23日に帰ってくるのでは、エアアジアが1時半の15時55分沖縄。これだと沖縄から効果がいくらで出るかっていうのを一つ、まあ、エアジアこれ一つの候補になるんじゃないでしょうかね。23日だったらね、これはトリップドットコムで19,650円、23日ね。ただこれ、まあ帰りはね、4時ぐらいについている便は福岡線いっぱいあると思うけど、いくらぐらいで、23日の夕方がね、やっぱりかなり高くなるかもしれないんだな。国内線正直だからね、本当にね。これで、逆に見てみます。福岡、沖縄、台北、これを23日。2万2000か。これちょっとなしだな。やっぱりね、連休の最終日ってね、これ2万3000いっちゃうからね、せっかく今まで安くしてきたのがなし、意味がなくなっちゃうな。となると、どういうふうに考えるかな。国内線使えないですね。ということはですね、さっきの、まあ、エアアジアとかアシアナとか、そういうの使わないでですね、これをですね、もう直接福岡に帰るというふうに考えますね。それで安いの見つけていった方がいいかなという気がします。要するに連休があまり影響を受けないというとこですね。福岡。で、23日ですね。23日。これを見てみましょう。お、1万3000まで。あ、東方航空か。安いけどね。夕方23日の、でもお昼、夕方、一番安い、これでしょうかね。9件旅行があるので、トリップドットコム、13,390円。まあ、ちょっと、休めないと言いながら、この、お昼過ぎの日に福岡着く時間になっちゃうんだけど、これしか朝着くのはないな。到着時間を、出発時間を遅くしても、これを早く持ってくると23日のね、このぐらいに持ってくると2万6000円。23日。それよりも24日の早朝に着く便ってないかな。そこらで、でも。どんどん上がっていっちゃうね。これね、例えば8時5分にチェジュ航空で14時50分、8時5分と言うと3万5000円になっちゃうから、国内線使ってるのと、そう、沖縄来て国内線で帰ってくるのと、そう違いがなくなってくるね。3万円台いっちゃって、やっぱりここの安さで言うと1万円台で来たいよね。
芦屋のあたりが朝便で出してくれればとってもありがたいんだけど、これにしましょうかね。まあ一応今回はね、これ金曜日も休んでるんだけど、まあ月曜日の午後に着くという、あ、火曜日の午後に着くということですね。これでもね、足すと、ちゃんと足してみましょうか。13,300。お、3万円切ってくんじゃないか。待ってください。もう一回ちょっと今、840足す。5560足す。3万ですね。3万円。2万円以上安くなりますね。ちょっとありがたいけど、まあちょっと変な風に休まなきゃいけないかなという感じは出てくるけど、これあたりやってくると、結局沖縄に、一泊できるしね。それから、全泊っていうのかな。それで、この値段になってくるので、まあ、組み合わせとしたら、その、なんていうのかな、対外や台湾で54,000円出すぐらいだったら、この直行便でね、これじゃ、僕だったらこっち選んでっかなという感じしますね。行きの、その、沖縄台北の11,000円とその国内線の5,000円台ってのは聞いてますよね。で、帰りがね、やっぱり東北航空で安いのでこうこれになってくるけど、ここらはちょっと一工夫でしょうね。もうちょっと高いのでその家に帰ってくる方法も取れるかな。ただそうすると、まあ沖縄経由で帰ってくるのとそう変わらない値段になってしまうし、まあ、そうして休む、一日休まないで済むというパターンには作れるんだけどね。まあそこらは、どっちでもいい、同じような結果になってくるんで、まあ安さ優先ならばこれでしょう。3万円台の、福岡発の台北が、実現してくると。現地滞在日程全然減ってないんでね。しっかり、3日間は取れる日程ですね。それでまあ福岡から行くんならば、前の日、沖縄にも一泊できるというか沖縄を味わえるというような航空券ですね。これは一つ3連休をこうちょっと楽しく使うというような航空券になるかと思います。まあ、帰りのところで一つ、まあ、一工夫、二工夫、これからまあそれぞれのあれで加えてもいいかもしれないけど、これね、沖縄を購入するとですね、結局鹿児島とか熊本とか岡山とか、こう日本の地方都市から台北行く形っていうのは、要するに沖縄までいくらで行くかっていうのが、こう安いのが見つかってくればですね、どんどんこれ応用効くので、まあ、西日本の方に住んでらっしゃる方はですね、このパターン、一つ使えると思います。それでまあ最後、どうしても最後こう月曜日に帰らなきゃいけないとなると、まあ、最後沖縄に戻ってきて国内線で帰ってくるというパターンを取るか、というようなとこですね。それでもかなり、若干安くなると思います。まあ、これが今最安値で出してきているんだけども、そういう応用は効くと思うので、これをまあ軸にですね、西日本に住んでる方は、ちょっと組み立ててみると面白いかもしれないですね。福岡ね、沖縄絡めて台北やると、そういうその広がりが出るので、参考になるかと思います。はい。これが今福岡発ですね。福岡発の、5月の21から23の連休を使った、一つのパターンということになります。はい。じゃあちょっと画面変えるというか休憩でですね、札幌を見てみようと思います。はい。ちょっと休憩にします。はい。これから、じゃあちょっと札幌台北を見てみます。今日はですね、8月31日です。9月のですね、3連休の後ろの方の3連休、9月の21から23のところの連休を使って、札幌台北のね、
に航空券がないかというのを見ています。まず最初にざっくりとですね、もう21日から23日、果たしてどういうのが出てくるかというとこからちょっと見てみますね。59,000円、札幌にしたらスクート、スクート飛んでるんですよね、札幌、台北、シンガポールってやつね、これ、週、毎日じゃなかったと思うな、たまたま土曜日に入ってきてる気がします。ちょっと待ってください。スクート、札幌。出発曜日だけ見てるだけなんですけどね、火木道のとこで土曜日で引っかかってきてるということなんだけど、帰りはスクートっていうわけにはいかないというとこですね。これ51,000円で、中国東方航空、次が中国東方航空ということなんだけど、まあ、帰りはね、13時間、インチョン経由です。韓国経由です。まあ、これで1件、ちょっと不安だな。休根が1件。これはね、ちょっとお勧めできない感じがする。乗り継ぎ多いしね。まあ、行きは大丈夫なような気がするけど、タイガーエアでイースターでインチョンだからね。で、次が中国から中国東方でしょう。で、4件ね。あんまりいい航空券ないね。5万円台前半だとね。ちょっと件数が少ない。これ、直行のタイガーエア台湾の、その、12時5分、15時20分、帰りが6時20分、ここらで6、8件出て、これであの予約レベルについては、ここで安定じゃないですかね。安定してくると思います。これがでも6万いっちゃうんだよな。trip.com 6万。やっぱ高いよね。ちょっと高い。ということで、これはどうしようかな。なんか、これは、まあ、あくまでも感じすぎないんだけど、こういう航空券が、その、まあ、帰りね、タイガーエアとイースターとか出てきてるということで、一件の機運ということはですね、これ、分解していけば、ある程度しっかりした、評価の高い、IT 系旅行会社の方で予約が取れてくるパターンになっていく形になると思います。ですので、もうこれは片道ずつ見ていった方がいい気がします。往復で見ないでね。で、じゃあこれ片道で見ていきます。片道でもう行きから見て、行きね、札幌で21日、これでやると、当然スクート出てきますよね。10件。これもスクート、ここ11件出てくる。これはもう安定して予約も多分トリップ .com ですよね。2万2000円。さっきのが5万超えてるわけだから、ここで2万2000円ぐらいで来てるから、こうやって片道繋いでる方が安いかもね。そんな気もしてきました。ただ、これ21日で見てるんだけど、21日のこうスクートって5時半なので、結局連休の初日がほぼ使えないような、もったいなさっていうのがあるんですね。で、もう一つ、その次は12時15分、少しこれはだいぶいいかなというような感じがしますね。で、まあ次がジェットスターの成田乗り継ぎ便ということになるんですが、21日なので、ちょっと20日を見てみましょう。20日の夕方出れれば、夕方ってわけにはいかないか、やっぱり便数がね、そんなにないんでね、でも2万3000円まで来ましたね、ありますね、タイガーエア。これは、他に比べてカクッと安いね。いいんじゃないですかね。まあ、
これもちょっと休みが増えちゃう、増やしちゃう感じになるんだけど、20日の対外や台湾の方が安定してると思います。12時5分、まあまあ、それから、13時20分、5件あるんで、これどっか出してきてるでしょう。やっぱりトリックトとこも出てきましたね。23,470円。はい、これでしょうね。20日に行った方が、これの方が効率いいし、安定感あると思います。ちょっと帰りの値段次第ということなんですけどね。台湾はその下に23,000円で、510円で、トリップドットコムが23,470円って、今もトリップドットコムが出してくる料金って、荷物預けない料金で出してきてますんでね。まあ、これはトリップドットコムの方がいいでしょう。はい。じゃあ帰りね。帰りうまくいくかなというとこですよね。23日。台北札幌の片道にして、これを23日いいのがあるかどうかというとこですね。2万、これでもね、多数だけでね、4万7000行きで、あ、ちょっと違うのが出てくな。ああ、さっき、ああ、ちょっと。タイガーエアのが3万6千まで行っちゃうか。これ3万6千だと、5万8千ぐらい行っちゃうから、そんなうまみないなという感じしますけど、このタイガーエア台湾とイースター使って、さっきね、キーウコムでこれはっていうので、僕に意見出てくると、こっちでね、トリップドットコムが出してきてるっていうことは、これの方がいいです。片道やるとね、要するにこういうことが出てくるんですよ。ですので、夜20時、23日の夜20時で、まあ、翌日の10時20分という、こう、時間、中途半端な時間だけど、これ足すと、安くなります。さっきの往復で検索してた時より片道安くなるというより以上に、予約する旅行会社がしっかりしてくると、要するにトラブルが少なくなってくると、あってもその処理がきちっとやってくれるということで、ここで4万8000円ぐらいになりますから、値段自体も安くなるけどね。はい。それでまあ、もうこれでいいかなという人もいるかもしれないけど、まあ、24日、まあ、前の日ね、12時なんでね、もうほぼ休んじゃうんで、ここでスクート出てくるんでしょう。ただスクートも非常にこういう時間なので、まあ1000円でも安いね、ちょっとね。エアトリあたりが2万4000円か。同じだね。24日になってもね。ということは、まあ、直行便のね、良さはあるんだけど、24,584。ここらは24日の直行便で帰るか、前の日の夜たって、10時20分に札幌に戻るかというのは、値段もほぼ同じなので、ここらはちょっとそれぞれの、好みにですね、という感じはしますね。さっきのしっかりあれかな、インチョンで、これ、インチョンの時間が8時間。23時30分について7時40分、ちょっと辛いかな。寝るだけか、空港のサウナでもいるかっていうようなとこかもしれない。空港そばにいて、まあちょっと韓国料理ちょっとっていう感じかもしれないけど、チェックインはもう5時ぐらいだからね。あんまりいい時間帯ではないね。これぐらいだったらスクートを選んで休んだ方が体は楽かなと。まあ、ここらはね、人それぞれ。ですね。はい。ただ、予約状が非常に安定してくることと値段も安くなる。合計で4万7000円ぐらい。7000、
500円ぐらいですね。そこらで収まるので、まあこの方がいいでしょうね。という形が、札幌かなというような気がします。まあ札幌の場合、東京に出るという選択肢はあるんですが、東京もやっぱり4万ぐらい、でもちょっと見たんですけど、4万以上するので、この航空券だったら札幌出発、札幌戻りで大丈夫だと思います。まあ、せっかくね、スクートがあるんで、スクートを使いたいけど、ちょっとうまく連休と会ってくれなかったというような不運な部分もある。というところはありますが、まあそんなにね、札幌の人にしたら5万円切ってくる航空券で9月の3連休を台北っていうね、のが取れそうなので、まあ航空券的にはまあまあ、まあまあ、俗に言うリーズナブルというような、とこに落ち着いたかなと思いますね。やっぱり地方からの空港の料金ってね、やっぱり東京、関空に比べると、おっと驚くような、やっぱり運賃ってなかなか出てこないですね。はい。それでまあ、その関空大阪、関空とか、ね、成田へ出ればいいんですけど、その航空券考えると結局あんまり変わらないというような状況があります。で、今回もっと他のこう、飛行場、茨城とかですね、小松とかいろいろ見てみたんですが、やっぱり旨味はあまりないですね。で、そういうことを考えると、まあ、大きな空港に出た方がいいか、というような選択肢になってきて、そこから出てくる、その自分の住んでる札幌とか福岡から出てくる形という形では、やっぱり札幌と福岡の方が、関空と、ね、成田に出ないで行くメリットはあるかなっていう感じはしますね。特に沖縄から見た場合は、西日本の人は、おいおい広まると思います。北海道の方、札幌まで行くとちょっとね、応用範囲が狭まるかなというような感じがします。はい、じゃあ今日はこの辺りです。福岡と札幌の台北を見てみました。参考にしてみてください。今日はですね、8月31日です。8月31日で9月の21から23の3連休の台北路線、見てみました。